とうとうさん、クマ、なんだこの、あれか、6月のギフトか。クマ、あ、これタワーなのね。クマジューンプライドタワー。ありがとうございます。何これ、かわいい。ありがとうございます。タワーなのかな。クマさん。結婚クマさん。ありがとうございます。ギフト皆さんありがとうございます。お花やらカエルやらタコやらありがとう。今めちゃくちゃ眠くてやばいです。眠いのと、もうめちゃくちゃ目が痛すぎてやばい。もう本当に目がね、めっちゃ腫れてて今、なんかこう普通に開けるのもめっちゃこう力を入れるの、こう筋肉を使ってる状態で今、もう筋肉使わなかったらもうこんな、なんかこう本当開かない状態なんですよね。だからこうずっと使い続けてるからめっちゃ痛いです。今日めっちゃ目を腫らしてしまった。22時半、まあ、半からやったんですけど、そうですね、まあ気が済むまでやろうかなって感じです。まあゆったりお付き合いください。ハートありがとう、タコもありがとう。なんか今日ミュージックビデオ、サードシングルのミュージックビデオの撮影初日だったんですよ。でファンの方もね、エキストラとして、もうほんとついさっきぐらいですね、夜ね参加してくださって、撮影もね無事、まあ1日目を終えたって感じで、明日もあるんですけど、すごいいい曲だと思います。参加してくださったファンの方の皆さん、本当にお疲れ様です。ゆっくり休んでください。まあ明日雨、そう明日雨らしい。今日はね晴れだったからあれだったけど、なんかね、まあまあ思うことはまあいろいろありつつ、まあもっと頑張っていかないとなって思った一日でしたね。まあまだ撮影初日だから、ミュージックビデオとかが公開されてから言えるっていうか、まあ、話すことになるのかなとは思うんですけど、まあとりあえずまだ言えないっていうか、まあ言わない方がみたいな。
あんまり映ってないの。いや、映ってないかとかまだね、そんな分かんないよ 完成品を見てないからね。うん、これから、まあ、まだ明日も撮影があるんで。うん、これからこれからって感じなんですけど。振り付けはいきなり、振り付けね、でも当日変わりましたね。うん、一応前日振り入れだったけど、当日は変わりましたね、結局って感じ。まあ、歌詞も当日届くので、撮影当日になって初めて知るって感じですね。まあいろいろさまざまなこと。難しかった。いやでもね、練習したらなんとかいけるって感じではあった。その風を待つほどではない。風を待つは本当あれ、1ヶ月前ぐらいから振り出した記憶があるけど、めっちゃ難しかった。1ヶ月はないか、2週間ぐらいかな。めっちゃ難しかった。でもめっちゃいい曲だと思います。すごいいい曲だから、ぜひね、まあ公開されたら聴いてほしいなと思います。7月31日。聞いてほしい。曲とかはね、本当にめっちゃいい曲だから。ただ、なんか自分のファンの人が、なんていうんですかね、自分のファンの人にちょっと なんていうんですか、まあ、悲しい思いじゃないけどさせてしまう感じ、悲しい思いっていうか、なんていうんですかね、なんかまあ自分の実力不足みたいなもんだから、すごい申し訳ないんですけど。あ、サードシングルの、お、これいいのかな。あ、なんか衣装の写真を即解禁するらしいです、このあとっていう業務連絡を。皆さんお楽しみに、多分このあと解禁されるっぽいです、お楽しみに。衣装はもう本当にめちゃくちゃ可愛いです。めっちゃ可愛い、本当に。なんか風を待つとかも、暗闇とかも可愛いけど、なんか、なんて言うんだろうね、こう、なんか舞台衣装みたいな感じじゃん、風を待つとか特に。でもなんか、サードはめっちゃアイドルって感じ。
まあお楽しみに、それは。はい、めっちゃ可愛い。 STU っぽいよ。 STU っぽい、なんかもう清楚可愛いみたいな感じ。清楚可愛いアイドルみたいな。本当に期待していいアイドル衣装です。まあ解禁をお楽しみに。写真もね、まあいっぱい撮ったからまた送ります。クマありがとうございます。大磯ロングビーチでのライブ衣装も付けした。ああ、マリン衣装ですね。あれ足長く見えるから良き。まあ去年とかすごい岐阜とか、まあそれこそ大磯とか、すごいなんかいろんな夏フェスとかに出させていただいて、いろいろとイベントとかにもね、選抜メンバーとかでさせてもらってね、すごいなんか楽しかったですね。やめないけどね、やめないよ。なんかあんまり今年の夏とかはなんか会える機会がちょっと少なくなるとは思うんですけど、あ、でもにも腐らず頑張っていこうと思うので、よろしくお願いします。ねえ、タワーありがとうございます。斉藤さん、クマタワークマありがとうございます。クマさんありがとう。
話せる時が来たらって感じで。ただ自分もサードも発売されるし、もっともっとね、皆さんの前に立てるように頑張っていこうと思うので、よろしくお願いします。風船ありがとうございます。風船何ですかね、言えることがまだ少ないから何も話せないんだけども、いつか多分分かるっていうかことだと思うんで、うんと、もっと頑張っていこうと思います。すごい、まあ確かに、なんですかね、4月とかもうすごい自分のなんか実力不足とかも思うところもあったので、まだまだだなって思うところはあるんですけど、でも今もっともっと今以上に皆さんの前に立てるように頑張っていこうと思います。ね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうありがとうございます。なんかもうすごいいろいろと今日ずっともうこんな感じで、もうせっかくのミュージックビデオなのにもう目パンパンだしどうしようと思いながら撮影してて、明日はもうちょっとなんかこうマシな顔で撮れるように頑張ります。でもミュージックビデオ撮影です。
まあ、ありがとうございます。なんか全員選抜っていう括りで今サードシングルも選抜メンバーとして表題曲歌わせていただけることになったんですけど、やっぱり全員といえども序列とかもあるし、16人の枠とかも、まあ、メンバーみんな気になるところだし、ファンの人も気になるところだと思うんですけど、それはまた MV とかが公開されて分かると思うんですけど、ただまあただ、さあもしサードシングルとかの活動を通しての、そういうなんか選抜メンバーみたいなことがあるんであれば、多分入らない位置にはいる感じで、多分 TIFF とかも出られない、まだまだ発表されてないんで分かんないですけど、そういう位置づけなのはもう今日発表っていうかも知って、自分の中で思うことはいろいろあったんですけど、でもその中に自分がない理由とかも自分が一番分かってるので、もっともっと、頑張ろうと思います。多分去年の夏とかに比べたら皆さんの前に出る機会とかは多分そんなに多くはないと思うんですけど、サードシングルの活動を通してもっともっと成長していけたらいいなって思います。ピーポーピーポー言ってる。
くもさん、ありがとうございます。お迎えじゃないよ。カエルありがとう。クマもありがとうございます。ありがとう。タワーありがとうございます。マカさん、クマタワーありがとうございます。頑張れることはいっぱいあるので、一つずつ一つずつ行動に起こしていけたらいいなって思います。なんか急に申し訳ない、こんな配信になってしまって、撮影のね、日のね、なんか終了の時間がとかが分かんないから、七並べのね、お礼ランキングを配信をしたいなと思ってるんですけど、まあ、MV 撮影終わってからかな、あさってとかですかね、多分あさっての予定なんで。よかったら見に来てください。衣装ツイートされてるの？ちょっとヤフーのリアルタイム検索で見てみよう。リアルタイム。もうツイートされてるのかな？STU48。はあ、めっちゃ顔映ってる映ってる。しかもあの踊ってる時のそう、衣装ちょっと見てほしい。これコッコさんでいいや。見えるかな。めっちゃね、なんか質感がいいんですよ。質感がめっちゃ、あのスカートがふんわりするんですよね、踊ったら。なんか多分画像だとストーンって感じに見えるんだけど、ちょっとそんなに画像がないんだよな私も。こんな感じ。あ、見えま、全然見えま。ストライプになんかこう袖がモコってなってて、でこうベルトでウエストキュッてなってて、ヒラヒラーみたいな
白と水色だったかな。うん、めっちゃ衣装がいい感じです。かつ清楚で、なんかパンプス履いてます。うん、青なのはね、多分照明で青に見えてるだけで、白地にストライプだった気がする。かわいいよね。踊るの大変？いや全然、うん、スカートは膝ぐらいですかね。またじゃあ、まあ解禁されたということでメールで衣装を送ります。うん、先にバラしていいの？なんか衣装だけ即解禁予期らしい。うん、まあ、公式で解禁されてるんでよかろう。めっちゃ爽やかな感じ。衣装めっちゃ可愛いなと思いました。どうしようかな、まあ、23時20分ぐらいに終わろうかな。相手の30分前お茶飲みます。疲れた。セリアさん、熊タワーありがとうございます。熊タワー、普通のタワーも撮ってる。温泉芸者さん、普通のタワーありがとうございます。頭痛いんだよね、ずっと。もうガンガンで。熊ありがとうございます。なんかすいません、本当にもう申し訳ない。はい、ありがとう。うん、多分これから多分自分でなんかいろんな人と比較してなんか病んでしまうこともあると思うんですけど、まあ、でも今の自分の気持ちは腐らず頑張っていこうかなって思っているので、その気持ちを見失わずにこれから活動していきたいなって思います。耳触ったら何治るの？いいね、全員選抜だから別に選抜から外れたってわけではないんだけど、一応ね。まあでもやっぱりたとえ全員選抜でもメンバーはその16人の枠は気になってる人が多いと思う。私もめっちゃ気にしてたから、うん、選抜とは言わないけどその16人の枠を。でもやっぱり どうしても気になってしまうっていうか、
今日はちょっと落ち込んでしまうことが多かったな。まあそれはでも自分のなんて言うんだろう、自分の実力不足からなんですけど、これからもっともっとなんか実力をつけて、もっともっと上を目指していきたいなとは思ってます。ありがとうございます。雨降ってきたかもしれないです。明日大丈夫かな。すごいなんかギフトありがとうございます。今雨降ってきた。ちょっと涼しいです窓から。はあ、もうなんか疲れた。はあ、体力使うよね泣くと。めっちゃ頭痛い。なんかもう今日一日めっちゃ疲れてるんだ。まあ、あと10分ぐらいで終わりたいと思います。明日もねミュージックビデオありますが、エキストラとして来られる方はぜひ気をつけて、雨なので。ちょっとねこんな配信になってしまってすいません。また明日配信すると思うんですけど、明日は笑顔で配信できるように、ダルマありがとうございます。めっちゃカラフル、綺麗なダルマだ。ゲストラーの方何人ぐらいいたのかな。200人ぐらいかな、180ぐらいかな、かな、わかんないけど、300いないぐらいじゃなかったでしたかな、わからん。めっちゃの目で見た人数だから全然違ってるかも。すごいね、あの熱量があるファンの方たちでした。まあ明日も頑張ります。明日ねちょっと雨だから気をつけてください。自分も気をつけます。ハート飽きる、ありがとう。いやブログも更新しなきゃだ。平日だからね、ありがたいもん来てくださるだけで本当に。じゃあランキングをね読みたいと思います。13位から読みたいと思います。13位、ニコちゃん。12位が東京特許許可局局長さん。11位がショウさん。10位がワッチさん。9位がミニピンさん。8位が市下さん。7位がウサさん。6位がトニさん。5位が温泉芸者デッサさん。4位がセディアさん。13位加減までの皆さんありがとうございました。すごい、あの温泉芸者デッサさんやセディアさんはあの熊タワーたち、タワーありがとうございました。
して3位が斉藤さん、2位がマッカさん、1位がトウトウさん。最下1位までの皆さんありがとうございました。タワーもありがとうございました。すごいなんかここにいっぱいクマが、クマさんたちをたくさん、すいません、ありがとうございました。うん、はい、まあ、今日はゆっくり休んでまた明日に備えたいと思います。皆さんも、まあ、ゆっくり休んでください。平日いっぱい働いたと思うんで、うん、また明日メールとか、まあ、メールで衣装の写真を載せようかなって思います。ということで、おやすみなさい。ちょっとこんな感じになってしまったんですけど、見てくださってありがとうございました。ということで、バイバーイ、終わります。クマありがとうございます。直前のクマありがとう。3、2、1、バイバイ、ありがとうございました。おやすみなさい。